パリ五輪は5日、体操女子床決勝が行われたが、アナバルボス、ルーマニア、が悲劇に見舞われた。一度は銅メダルに喜んだが、5位の選手の採点見直しで9点。バルボスは4位に繰り下がった。日本人ファンはぬか喜び。かわいそうと同情している。歓喜が一瞬にして悲劇に変わった。バルボスは一時は銅メダルに、両手で口を覆い、雄たけびを上げた。 しかし、直後に5位だったジョーダン・チャイルズが、インクワイアリー、問い合わせ、を利用した。審判の採点に不満があれば、見直しを要求できるシステム。得点が変わり、チャイルズが銅メダルに食い込んだ。米放送局、NBC スポーツ、は、ジョーダン・チャイルズは自身の演技終了後5位だったが、インクワイアリーを提出し、彼女の得点が審判によって変更された。 チャイルズは13.766で銅メダルを獲得。彼女にとって個人初の五輪メダルだ。体操の驚くべき最終日のなんて終わり方だろうと伝えた。ルール上は仕方のないことだが、X 上の日本人ファンも、バルボス切ない、うっそう。これはかわいそう、喜んだ後でかわいそうだ、ぬか喜び。かわいそうじゃん、仕方ないと反応している。